キチャンネル。じゃ、こんにちは。さあ、今日は、はい、キーマンたちの園っていうところでね、はい、第3回目になりますけども、はい、今日は阪神、西武、そして広島ね、はい、まあ阪神、西武はね、うん、どちらも3位でね、はい、まあ、A クラスには入ったけども、うん、みたいなね、でも2つともこう上ってきたチームですね。そうそう、優勝にはちょっと人足りなかったっていうね、うん、で広島はまあ5位っていうところでね、はい、まあ、来季に向けてどうするのかっていうところの前にね、うん、はい、今年どうなったのかっていうね、うん、ところではまず阪神、はい、袴田さんはケラー、佐藤、大山、はい、キーマン、打者、はい、俺はケラーとロハスジュニア、うん、まあ、ケラーがね、うん、最初もね、あのやらかしちゃってね、山田に打たれて、はい、ケラーが山田に打たれて、うん、連敗が始まって、はい、ケラーが山田に打たれてクライマックス終わるっていうね、はい、でもケラー投手も最初どうなるかと思いましたけど、後半、いや、だからやっぱりコロナもあって準備不足すぎたかな、だったんですかね、うん、全体的にはね、うん、でもケラーのおかげでね、はい、まあ、雨降って地固まるじゃないけども、うん、ケラーのおかげで浜地湯浅が出てこれたからね、はい、まあ、チームの未来にとっては、うん、まあ、マイナス面ばっかりじゃなかったしね、うん、まあ、でももしバシンと最初からハマってたら、うん、ひょっとしたらね、はい、そこからそれでも湯浅浜地出てきて、はい、岩崎、ね、うん、岩崎だ、うん、でケラーって、はい、優勝してたかも分かんない、ね、もしかしたら開幕の連敗もなかったかもしれない、なかった、そしたら優勝してたかもしれないね、ですね、うん、どう、やっぱケラー当たってるよね、当たってますね、やっぱ頑張りが足りないよね、そうですね、頑張り足りなかったですね、ちょっといつブレーキに足乗せすぎなのよ、うん、ずっともうブレーキに足乗せて、はい、いつでもブレーキ踏みますみたいな感じで運転してんのよ、もう、はい、俺のトークに、はい、危ないから、もうあのアクセルに足を置いてると知らない間に入ってだから釣られて言いそうでみたいな、やっぱ私がブレーキするのってすごい大事だと思うんですよ、いやいや、思ったこと言った方がいいんだよ、はい、まあまあそうですね、だって、うん、同じ意見だから、そうですね、うん、まあ、そうですね、もうちょっと頑張れればよかったですよね、うんうん、俺が違う意見で言って、はい、いやそれは違うなって言うんだったらいいけど、はい、同じ意見、同じ意見なのに、うん、やっぱ言葉の選び方が違うじゃないですか、でも選び方が違うだけで言いたいことは一緒でしょ、一緒そうなんですけど、言葉選びってすごく大事だと思うので、大事だろ、はい、大事です、袴田さんバージョンだとどういう感じ、ケラーだと、いや、ケラー投手がもうちょっと頑張ってれば一緒やあれちょっと待って一緒や、佐藤さん何て言いましたっけ、んん、ケラーがダメだったから優勝できなかったけど、もっと頑張ってればいけたよねっていう、そうそうそう、だからダメって言い方はあんましたくないなって、私はね、じゃあ袴田さんバージョンどういう感じ、優勝できなかったキーマンはケラーに選んで優勝できなかったけど、うん、でケラー当たってましたよね、はい、で袴田さんバージョンだったらどういう感じ、まあケラー投手ちょっと開幕でつまずきましたけど、もう少しこうシーズン通して頑張れてれば優勝できたかもしれないですね、じゃあダメだったとでしょうだから、うん、じゃつまずいちゃったっていうね、うん、1年間つまずいちゃったの出だしつまずいたって言ったじゃないですか、でも出だしだけじゃないじゃん、まあまあそうなんです、でも出だし、うん、あそこでつまずかなかったら、まあ、いけたかもしれない、いけたかもしれないので間違ったないです、じゃあ大きなつまずき、富士山ぐらいつまずいちゃったから出だしのつまずきは結構あれは大きかったですよ、大きかったね、かなり富士山です、うん、やっぱここが大きかったね、はい、大きかったですね、正直ね、で打線、佐藤、大山、これ活躍したな、大山だってあのチーム最多本塁だよ、はい、23本そうです、ね、大山で最多だって87、うん、で佐藤は20本本塁だ、84だって2割6分より143あんた、はい、結構頑張ってるよ、うん、まあ、だからこう連敗したけど、ね、あ、ケラー一人の責任かなでもあのつまずき、やっぱあの開幕のあたりつまずきはちょっと大きかったですけど、うん、でもやっぱ佐藤選手、大山選手が頑張ったからこそ、うん、A クラスまで行けたっていうのはあると思いますよ、うん、だからケラーだけが頑張ってないかったかな、そんなことはないですねそんなこと言ってないですよ、もうそんなこと言ってない、そんなこと言ってない、まあ、中盤リリーフで良かったからね、はい、いい感じで、ね、そうです、ね、うん、で俺はケラーとロハスジュニア、はい、ね、ほら、もう節々、ね、ロハス、うん、2割2分4厘、ホームラン9本、27打点、全然パッとせえへんなんて、そうですね、ロハスとケラーが頑張ってたら日本一になってて、なってたかもしれないですね、うん、でもね、だからもう韓国で大活躍したからって日本で活躍するかどうかは、昔みたいになんかブランコとかタイロン・ウッズとかね、はい、スンヨプ、キム・テギュンとかね、
ちょいとどこで韓国からの輸入 で、うん、であとロッティとヘルナンデスもそうだけども、はい、日本で打つみたいなね、うん、感じだったけど、もうちょっとそこら辺ね、うん、考え直した方が、はい、韓国で持ってるから日本で打つやろうとかってね、うん、思うと、もうここ最近失敗続きだからね、はい、タイガースもタイガースの外国人、うん、だからロハスもそうだし、うん、その前のロザリオロザリオでしたっけ？ロザリオだね、うん、みんな忘れてるかもわかんないけども、はい、アウトコースにスライダー投げとけば全く打たへんロザリオ、ね、とかもそうだけどもね、はい、もうそういうのもうちょっと韓国で打ってる、まあもちろん打たないより打ってた方がいいけど、うん、それを全部鵜呑みにして取ってきちゃうとね、うん、無駄金払うことになっちゃうからね、はい、そういった意味ではしっかり見なきゃいけないなっていうところはあるけども、うん、やっぱここが頑張ってたからね、はい、やっぱ途中、やっぱ打線がちょっと小休憩した時もあったしね、うん、まあ、コロナで人がいなくなったっていうところもあるけども、はい、やっぱここはね、外国人選手の活躍はねやっぱ必須だったかな、ね、そうでしたね、うん、はい、で続いて、はい、西武、うん、袴田さん、隅田山川、はい、で俺が増田山川、うん、おこれ山川選手頑張ったじゃないですか、うん、そうなんだけど、はい、山川打ったら勝つけど打てないと負けるっていうちょっと山川の調子にチームがちょっと左右されすぎたことによっての、うん、やっぱ周りの山川のバックアップが薄すぎたね、うん、だから逆、そういう意味ではキーマンだったね。そうでしたね。あと、うん、最初ちょっと1ヶ月ぐらい抜けたじゃないですか、うんうん、いきなりね、怪我で、うんうん、あれもこうなかったら痛かった。しかも打ってて抜けたからね。めちゃくちゃ調子良かったところで抜けたんで、うん、だって本塁打で安打、山川チームトップだからね、はい、そういった意味ではね、うん、山川あれちょっと痛かったですね、うん、そうだね、はい、で、隅田、はい、1勝10敗、はい、いや、本当こんな成績になるピッチャーじゃないと思うんですよ。そうなの。だって最初すごい良かったじゃないですか。そこね、援護なくてね。援護本当になかった。これ援護あって、うん、途中パンパンで勝ってたら、はい、下手したら 5-5 ぐらいに、うん、5勝5敗ぐらいになってた可能性は十分ある、ね、あります、あります、うん、だから 9個1勝10敗ね、うん、そうですよね、うん、作るような形じゃなかったので。だから隅田のね、借金がなかったら勝ったから、隅田が悪かった。いや、あのこれは隅田投手のこう成績だけ見ちゃうとそうですけど、うん、援護できなかった野手っていうのもやっぱりあれですよね。じゃあ山川から。え、山川選手はめっちゃ援護してた。隅田投手の日にしてたか分かんないけど、うん、だからそこら辺ちょっとね、うん、打線との絡みが悪かったよね。そうですね。で俺は、ま、増田山川、はい、途中から増田いなくなったんだよ、怪我してね。あ、そうでしたね。 あとコロナだったかな、うん、っていうところもあるけども、セーブ31セーブ2勝5敗、はい、まあ、でも31セーブ2.45、うん、でも投手陣は今年は熱かったからね。いや、そうですね、チーム防御率も1位だしね、はい、でもこうもうピリッとね、ちょっと帰ってきたからピリッとしてればね、うん、っていうところはあるけども、はい、まあまあどうですか、じゃあ全体的に、そうやな、本当に本来この人キーマンだったねみたいな人います？エンスかな。ああ。あとやっぱりセンターじゃない、うん、あ、センター固まらなかったっていうところ。あ、だから1番打つやつだね、はい、やっぱ1番いなかったからね、うん、やっぱ源田が抜けたっていうのも大きかったしね。そうですね、途中ね、大きかったな、確かに。だからやっぱ1番とエンス、うん、エンス、はい、うん、かな、うん、ポイント的に言うと。投手はエンス、エンスじゃない、あのオグレディ。オグレディね、エンスじゃない、うん、エンスは頑張ってよ、10勝してるもん。そうですよね、うん、エンスよく頑張った、はい、あれオグレディ、オグレディ選手ですね。オグレディとセンター、うん、一番上のやつ、はい、エンスじゃなかった、うん、オグレディが頑張ってれば。あと今井がね、うん、ちょっとだいぶいなかったからね、寝ちゃいましたからね、かなり。そこだったかも分かんないね。そうですね、うん、今井と一番かもかね。あ、一番打つやつがカチッとハマるかどうかっていうところはね、はい、ポイントだったかもわかんない、ね。まあ、だから打率がね、課題でしたもんね。そう、ね、うん、逆のね、はい、山賊投球が良かったからね。本当そうですね。なんか逆になりましたよね。まあそういう感じですかね、うん、で続いて、はい、広島、うん、高間さんは栗林と鈴木誠也の代わり、はい、え、栗林良かったんちゃう？良かったですよ、うん、じゃあなんでダメなの？え、何がダメだった？私の見る目がなかったってことですか？いやいや、何がダメだった？じゃあ、え、栗林だって防御率 1.49、はい、31 だからまあ期待通り活躍はしてくれました、うん、だからあれかな、やっぱり鈴木誠也の代わりが誰も来なかったからかな。なんかその代わりじゃないけど、でも最初すごい打線のつながり良かったですけどね。うん、だからライト買った新人の中村とかね、うん、末兼中村翔成もね、ライト守ってた時もあるし、はいはい、なんか代わりにノマとかね、こうね、大きいホームラン打てる選手とかは出てきてないですけど、うん、なんだ、まあ、思いつかないところがもうダメだよねってことですかね。、はい、それでパンと思いつかないところが、うん、この人がグッと出てきた選手がいないってことですね。俺はね、コルニエル、フランスは小園、うん、はい、小園でももう
ね、ショートダッシュしたね、はい、形的にはね、うんうん、2割6分6厘7本38打点2安打、うん、まあまあねいい形で、はい、頑張れたんじゃないのかなっていうねところがあるけども、ちょっとエラーが13個で多いからね、あ、そうですね、そこら辺はね、ちょっともうちょっとね頑張っていこうかなっていうところはあるけども、はい、まあ、ピッチャーでいうとねコルニエルがね12試合しか登板しないし、フランスはもう3試合、はい、やっぱこれ中継ぎ陣のね、そうですね、そこがなかなか機能してないですね、うん、ガツッとはまればね、はい、もうちょっとリリーフも安定したかなっていうところもあるけども、うん、ちょっとここはね本当のキーマンで違うかと、違いました、誰でした、うん、やっぱあれやろ、大瀬良やろ、あー、あれ今年何勝8勝9敗 4.72、 やっぱここら辺がやっぱりだってここはもう安定株だから、そうですね、それがやっぱり頑張れなかったのは痛いよね、うん、それのプラスアルファだからね、はい、だからやっぱそういうところが崩れちゃうと、うん、やっぱ厳しくなるよね、そうか、栗投手も6勝9敗なのか、そう、タイトルホルダーがね、まあ、ここ軒並み10勝してないからね、で森下も防御率 3.1 など悪くないけど10勝8敗っていうね、うん、打線の援護っていうところもあるし、はい、中崎も一瞬良かったなと思うけど防御率 6.46 っていうね、うんうん、で新人2人があんまりねザーンっていう戦力にならなかったっていう、ね、あの床田投手もね、うん、よかったね、床田の怪我痛かったね、痛かったですね、うん、あれはだからちょっと広島のキーマンは違かったかも分かったよ、そうですね、ちょっと見る目なかったかなって、ね、ちょっとでもあの活躍しなきゃいけないやつが活躍してない時点でちょっとキーマンじゃなくなっちゃうね、そうですね、うん、だってここでだって大物ばっかり言っててもね、はい、そんな当たり前でだから当たり前だよっていうやつが活躍しないとやっぱ上にはいけないから、そういうことですね、そういったところでは B クラスにいるチームっていうのはやっぱり当たり前に活躍しなきゃいけない選手が活躍しきれてないっていうところがね、はい、やっぱこの脇を支える人たちがそれで頑張れなかったら途中だけになっちゃうから、うん、はい、そういったところはあるかもわかんないね、そうですね、うん、まあまあ当たりつつも当たってない感じです、うん、だからこれ見てたらやっぱりね、あの下位に沈んだチームっていうのは、うん、この必ず活躍するだろうからキーマンとして挙げてない選手が活躍しきれてないっていうところが、はい、うん、やっぱ B クラスにね沈んでるところだと思う、だからこれまで挙げたところで言うと、じゃあ楽天とかもね、はい、必ず活躍しなきゃいけない選手が、うん、やっぱカチッといってないところがね、うん、やっぱそこがっていうところもあるしね、そうですね、うん、で巨人とかもね、うん、必ず活躍しなきゃいけないところが伸び悩むとね、うん、ちょっと脇が落ちちゃうと、まあ、チームは上に行けないのっていうところですね、うん、はい、ということでね、はい、まあ、皆さんとってのキーマンはねどんな活躍しましたか、はい、